小波橋より上流方、三住川は山口県長門市、三根市を流れる二級河川、旧三住町の中心河川である。流域は西に及ぶが、規模は長門市内関欠の深川川より小さい。三根市の葛城山登録に源を発し北流する。山中峠、小野峠付近の傾斜地を降りながら、西へと曲がり、長門下木坂の大里川合流地点付近より、 平地に入る。杉山川を合わせると、河川幅が広がり、複数の支流を集めていく。旧三住町市街地にて、辻並川、大竹川、姫田川を合わせ、小波橋を越える。周辺には、数多くの席が設けられている。琴橋を越えると、川口の仙崎湾である。上流部は、山口県道28号を合理三住線。中流部は、 国道191号、下流部は山口県道287号長戸三隅線がそれぞれ流路に並行する。流路延長1 5 3トルのうち畑橋より下流1 3 9トルが山口県管理の二級河川に指定されている。三隅川水系の二級河川指定河川は本流。 含めて4本であるが、それらとは別に二条久保川が砂防指定河川となっている。三住川では、毎年あゆの稚魚を約1万匹放流しており、千中橋上流にある三住川河川公園、清流では、園児や小学生による放流活動も行われている。またホタルの幼虫も放流しており、上流部でよく見られる。モミの木橋周辺がスポットとして有名で、 三住上地区チクホタル祭りの観察会場でもある。三住川流域に戦後最大の被害をもたらしたと言われるものが1954年9月26日の台風15号である。堤防が決壊し、流域では数多くの全壊、半壊、浸水被害が出た。これを契機として1956年より中小河川改修事業が開始され、1968年まで、 続いた。1990年以降は、整備区間が3カ所選定され、河川局部改良事業による河川整備が行われるようになった。両分島志向から琴橋600メートル上流までの、右岸では、堤防の重上げが行われた。松野木島志向から大竹川合流地点の区間では、稼働回収院包みとともに、内大木月橋下流の区間で左岸の、 河川公園整備が行われた。三隅川河川公園の橋には堤防に沿って桜が植樹され、憩いの桜道という名称が付けられた。大里川合流地点から杉山川合流地点の区間でも同様に引き包みが行われた。一方で1978年1994年には支流の辻並川で滑水が発生した。井戸水の塩分濃度が上昇し、 農業用水、生活用水としての利用に支障をきたす事態となったため、辻並川の上流に、湯面ダムを整備する事業が1993年度より行われた。1996年度に着工し、2006年度に、竣工供用開始している。ダム湖の名称は公募で、三ス湖となった。山口県内で最初に、河川整備計画が策定されたこともあり、 整備進捗率も県内で最も高かった。上流より掲載。ふとじわに急河川川口付近上流より掲載。長戸市議会会議録平成18年12月定例会。第4回例2号三住川湯ー放流2014。もみの目標周辺公共事業事後評価庁所。辻並川総合開発事業。山口県議会会議録平成22年9月定例会。第04号。 ありがとうございます。